今金沢大学に向かって歩いてるところなんですが、なんかパチンコみたいな木の枝拾って嬉しいなって、これ子供だと絶対これ輪ゴム使ってさパチンコにして遊んでるよね、まあ、ちょっと壊れちゃうかもしれないけどね、こういう気持ちになるってのはすごくいいなと思うんだよね。ピカソはさ何歳になっても子供の時の絵を描きたいって言ってたじゃない。やっぱり大人はやっぱりそれを目標にすべきだと思うんだよね。何歳になってももちろんあの先生の時の常識とか知識とかスキルとかあるんだけど、やっぱり子供心を忘れずにいろいろやっていくことがすごく大事だと思うんだ。今金沢大学に向かって歩いてるんだけど、まあ大学で授業するっていうとなんかものすごく大人っぽい感じするじゃん。大人じゃんやることだけどさ、パチンコ拾って喜んでるってばっか全然ガキじゃん。あ、そこ前のやつスキップしてるで、どうしたんだあいつ急に。ちょっと見えないかもしれないけど、前の学生がスキップしてんだけど、どうしたんだあいつは。なんでスキップしてんだ。おかしいだろ、大学生が。金沢大学の学生。リュック背負ってスキップしてます。誰だか知らんが、俺の仲間だな。あ、スキップやめた。まあ、というわけで、俺をさ、パチンコだと思う、そういう心忘れたくないね。ということで、いつまで経ってもやっぱりそういう幼心っていうか子供らしい心を忘れたくないなという、そういう話でございました。ちょっとこれお守りで持って帰ろうかな。